天皇が今日はメインイベントを務めますダイナマイト関西、あるいはイーグルサファイ、あるいはまたハーレー斎藤、デビルマサミ、こういった選手あたりは見てても安心できますね。そうなんですよ。さあ足4の字を外されました。さあ耳の攻撃であります。ねちこい攻撃しますね。ねちこい攻撃しますね。グラウンドでの展開で関節技も多少知ってるような感じがいたします。耳さあ大きく持ち上げてボディースラム。まあ一つのことはね、日本に来て大きく伸びたということも言いますね。はは、FMW からおっとネックブリカードロップ。初めて JWP になったに入りました。美しい女性です。このよそのマットに上がるということはかなりのやっぱり自信になると思うんですよ、はい。反対側から回り込むようにしてボディープレスで抑え込みます。この体重これ聞いてなんかね、そういう面ではよそのリングでも上がって大いにやったら面白いんじゃないかと思いますね。ちょっと息が上がってきたような感じのマグニフィセント耳、うん。さあこの大きな体をどういうふうにうまく利用するんでしょうか。投げ技はいいでしょう。大きく振りました。今度はラリアットバスの後にラリアットを命中、しっかりと抑え込もうとしております。球技も回しました。決め技がないね。おそらく美女対決ということで後楽園ホールに詰め掛けたお客様も激しい内容の勝負、女の火花が散るようなそういう勝負を期待していたかと思いますけれども、ちょっと流れが